男子 400m 自由形決勝第8レーン杉木浩樹。世界を勝つこと松本克弘3大に登場しています。今年の世界選手権見事 200m の金メダルがありました。この400m はどんな泳ぎを見せてくれるでしょうか。センターレーンの4レーン斉藤亮、5レーンの古賀萌斗は予選でノータイムでこの決勝に進出しています。 50m はまず3レーンの松本克弘が先頭、24秒88、または引き続け出しているでしょうか。5レーンの古賀萌斗が現在2番手、3レーン、8レーンの杉木浩樹が現在3番手につけています。100m を通過しました。5レーンの古賀萌斗、日本体育大学、52秒63、52秒63で先頭。2番手5レーンの松本和弘、6レーンの川田博美選手展開です。ここで再び3レーンの松本克弘が先頭に立っています。まもなく 200m を通過していきます。3レーンの松本克弘、セントラルスポーツ、1分48秒82、1分48秒82で進みます。5レーンのトラコエトが2番手、4レーンの斉藤の方で3番手に上がってきました。2レーンの吉田美は現在4番手です。さあ松本が後続を引き離しに向かいます。失礼します。